えと私「虎ノ門ニュース」っていう番組をやっておりまして、まあ、そこで最近産経新聞出版から出,あの出ました「メディアは死んでいた」というですねそういう本を紹介いたしましたこの本は北朝鮮の拉致問題の報道がどのように行われたかという本なんですけれどもそれを、まあ、読まれてですね私の,あの古い知り合いで 非常に立派な方がおられるんですが、その方が読まれてですね、えー、武田先生、本読みましたと。これはメディアが死んでいたということですが、日本人が死んでたということなんですね、と。まあ、こう言われました。えー、本当にそうだなと思いまして、えー、普段は私はですね、どちらかというと、まあ、東大とか NHK とか、それからまあ、メディアとか、そういう強いものを批判してるんですけれども、まあ、この話を聞いてですね、 私はあのそういうことだけじゃダメなんだなと、えー、やはり私民主主義を信奉しておりますからどちらかというと庶民が判断すること我々が判断することはそんなに間違ってないというあの基本なんですけどもあのそう言ってもですね本当に国民側に責任があるような問題はやっぱり国民側の責任として、えー、考えた方がいいんではないかというふうに 思うに至ったわけですね、えー、事実はどう進んだかっていうと、まあ、1970年代に北朝鮮が日本人を拉致し始めたわけです。それで大体5人とか6人とかいう方がですね拉致された時点で実は日本人はみんなそれを知っていたわけですね。そのことはこの本に、まあ、詳しくその経過が書いてあります。 1980年、まあ、この年は非常に日本のそういう日本人誠実な日本人が死んだのかどうかということに関しては非常に重要な年後だと思うんですが、まあ、産経新聞が一面のトップにですね、えー、アベック失踪ということで、えー、5人ぐらいの写真を出して、まあ、今,今ではもう顔なじみというか拉致された方としてよく有名な方の写真が出て大きく拉致を報道しました。 ところがその同じ年1980年に朝日新聞はですね、えー、慰安婦事件を報じ始めたわけです。つまり産経新聞が拉致を報じ始め朝日新聞が拉致を報じあの慰安婦事件というものを強制連行した、えー、慰安婦事件というのを報道し始めたのがくしくも、まあ、1980年、まあ、今から38年前約40年前だったわけですね。 その後この2つの事件、えー、産経新聞の報じた拉致問題とそれから朝日新聞の報じた慰安婦事件というのは結局どうだったかこれはもう朝日新聞が謝罪しておりますし、まあ、拉致事件があったってことは今はもう疑い余地がありませんつまりこれから主に20年から30年にかけ30年間にかけてですね産経新聞は、えー、北朝鮮の拉致という問題を ずっと報道し続けますところが朝日新聞は今度は、まあ、1988年ぐらいから1992年ぐらいにかけて集中的に、えー、日本軍が強制連行した慰安婦事件というのを報道し続けますつまり日本と朝鮮半島の関係で極めて重要な拉致問題については産経新聞は報道し朝日新聞は報道しなかった逆に えまあ言ってみれば今ではもうでっち上げだったということが明らかであるえ強制連行された慰安婦事件というのは今度は全く逆に産経新聞は報道しないで朝日新聞が報道した。そうするとまあもし産経新聞を撮っている人と朝日新聞を撮っている人を比べますとねまあとにかく20年とか30年にわたってえ拉致問題をずっと報道を読んでいる毎日読んでいる。 産経新聞の読者とそれから共戦連行された慰安婦をずっと読んでる読者とではですねもうか考え方が180度違うと思うんですよね日本と朝鮮の関係で、えー、拉致問題だずっと聞いてた人はあやっぱり北朝鮮と何とか交渉しなきゃいけない早く拉致問題を解決せんといかんもし北朝鮮が言うこと聞かなかったら武力も使わなきゃいけないなとこういうふうに考えますよね。 一方朝日新聞を読んだ人は、えー、これはもう日本が悪いことしたと、えー、朝鮮に謝らなきゃいけないというふうに考えますよね。だからもう本当にこう人の考えっていうのは報道する新聞社の新聞の,の報道の仕方で全く違うわけですね。で片方の産経新聞は事実だった朝日新聞は朝日新聞社の捏造だったと、まあ、今になってはわかる分かるわけですね。 ところがこれが新聞、この、この本はメディアは死んでいたですから、その、拉致問題は全く、この意味は、拉致問題は全く報道しなかった、もしくはほとんど報道しなかったのは、実は朝日毎日読売というですね、主力誌が報道しなかったわけですよね。最初の頃は特に完全に無視したわけです。国民は、拉致問題については、つんぼさじきに置かれてた、もうつんぼって言ったいけないのかな、えっと、耳の不自由な状態に置かれてたわけですよ。 ねえそ,れね、それはもう大きな問題で,すそれで今となって朝日新聞も毎日も読よりもですね拉致問題はけしからんとか、えー、拉致された人を返すのは日朝関係の最も重要なことだなんて言ってるんですけどあなた方はどういう気持ちなのって言いたくなっちゃうんですよね。でメディアに問題があるということなんですがその私の知り合いの立派な方は何て言われたかつったらいやこれは日本人の問題だって言うんですね。 えー、清き昔の清き日本人だったらばそれはねやっぱり産経新聞だけが報道しようとやっぱり事実は事実事実じゃないものは事実じゃないちゃんとそこを区別してそしてあの拉致問題はダだめだなんとか同胞を助けなきゃいけない、えー、強制連行の,その慰安婦事件なんていうのは、えー、アメリカ軍が日本に対して行ったギルティープログラム 罪の意識を日本人に植え付けるというやつの、まあ、最終版ですよね。朝日新聞はずっとそれをやってきた。だけどその先生の私の知り合いの偉い人の意味はですね、そういうことじゃないんですよね。なぜ日本人はその嘘の新聞の朝日新聞を多くの人が買って、それで産経新聞を買う人は少なかったのかというとですね、実は日本人自身が拉致を認めたくなかったんだ。 日本人自身が自分たちの同僚が、同胞がですね、北朝鮮に拉致されていくのは、それほどなことではないということで、もう見て見ぬふりをした。で、慰安婦事件みたいな日本人が悪いという方は、すごく賛成して、まあ、そっちの方に、えー、考えを持っていった。つまり、えー、みんながですね、事実を報じる産経新聞を買わずに、 あの嘘を報じる朝日新聞を買い続けたということは実は日本人はそれ嘘だってことを知ってたんだと朝日新聞の嘘も知ってて産経新聞が本当のことを報道してるってことも知ってたんだとただ日本人はずるいんだと要するに日本人のずるさあの昔の日本人が本当に清かったかどうかは別にしてある程度筋は通っていた、まあ、筋が通っていた日本人というものがいなくなって ちょっとしたことでも自分の得になることだったらばもうそこは目をつぶるというようなですねそういう日本人に変わってしまったというのが実はその方の感想なわけですね。で私もビビビッときましてね確かにそれはそうだと。えこういったね朝日新聞が売れて産経新聞が売れないそれはね朝日新聞がなん,なんとなく臭いっていうことはね それななんとなく人間だからわかかるんんですよなんか変だなと嘘ついてるなとかですねなんかこうなんていうんですかね。かね人間ってそういうのってわかるんですよねあのなんとなく怪しいっていうんですかねそういう状態だったわけですよ。それがまあよく昔で言えば不臭がする腐ったい匂いがする。 どうもあの政治家は腐った匂いがする腐臭がするっていうのがあるわけです。それをその見分ける力があるにもかかわらずダメな方向につくダメな方向をまあなんとかそれで持ち込むというですねそれこそ日本人のずるさ清き日本人がずるい日本人になったそれが拉致問題があれほど多くの被害者を出して 今でも揉めていいる一つじゃないか、まあ、最近は私が北朝鮮に、えー、少し味、えー、方のようなことを言うとものすごく拉致問題あるじゃないかって言われるんですけどその拉致問題があるじゃないかと僕に迫ってくる人こそがですねまあ言ってみれば朝日新聞を撮ってた人なんですよね知らなかったわけじゃないんですねずるずるをしていたというふうに私には見えます。